レインボーはイングランド出身のハードロックバンド。ディープパープルのギタリストだったリッチー・ブラックモアが脱退後に結成したバンドである。HR、HM サウンドの著名バンドとして後発のアーティストに多大な影響を与えた。ディープパープルの再結成に伴い一旦活動を停止したが、その後にブラックモアがディープパープルを再脱退したこともあり、現在も 断続的に活動を行っている。ギタリストとして、すでに音楽的にも、商業的にも、世界的な成功を得ていた、ディープパープルのリッチー・ブラック・モアが、同バンドを脱退し、ソロ名義で結成したのが始まりであった。そのため、デビュー当時は、アルバムタイトルと同じ、リッチー・ブラック・モアズ・レインボーだった。セカンドアルバムからは、グループの定裁を取り、ブラック・モアズ・レインボーを、 サードアルバム以降はレインボーの名義で活動した。再結成後は当初のリッチー・ブラックモアズ・レインボーに回帰している。イングランド出身のブラックモアがリーダーとして結成したため一般的にはイギリスのブリティッシュ・ロックに類するバンドとされる。しかし結成初期メンバーの多くがアメリカ北東部出身のロックミュージシャンだった。 また、アルバムごとに、リッチーの方針に合わせていく事情もあり、アルバムごとに、メンバーが変わっていった。音楽性は、ディープパープル期に培った、ブルース基調の、ハードロックに、バロック音楽の構成を融合させた、様式美的スタイルが、主な特徴。1980年代以降に見られるリフやメロディを、主軸とした、HR。 hm サウンドの基礎を築き上げたとされている。初代ボーカリストだったロニー・ジェームス・ディオは後年にゴシックメタルの先駆者だったとも述べている。ブラックモアは2015年にレインボーを再結成している。創設者、リッチー・ブラックモア2016年そもそものきっかけは1974年の8月に録音が開始された。 ディープパープルの嵐の死者の制作中に表面化した他メンバーとの音楽的な対立とされている。リッチー・ブラック・モアはクォーターマスのブラック・シープ・オブ・ザ・ファミリーという曲の録音を希望したがカバー曲であるなどの理由でディープパープルのメンバーから拒否されていた。だが、アルバムの録音後に予定されていたアメリカツアーが中止となって 時間的な余裕が生じたため、リッチー・ブラック・モアは、かねてより気に入っていた、アメリカのバンド、エルフのボーカリストであるロニー・ジェームズ・ディオを起用して、同曲を録音。さらに、ロニー・ジェームズ・ディオとの共作である、16世紀の、グリーンスリーブスも合わせて録音した。当初は、この2曲で、ソロシングルを制作する予定だったが、リッチー・ブラック・モアは、この2曲の出来の良さを気に、入り、 エルフを吸収する形で、新しいバンドを結成することを起とした。1975年2月から3月、ミュンヘンのミュージックランドスタジオにて、ギタリストを除くエルフのメンバー全員とアルバム用の曲を録音。4月7日のパリ公演を最後にリッチー・ブラック・モアが、ディープ・パープルを脱退。8月10日、オイスター・レコードより、当時のバンド名と同名のアルバム。 リッチー・ブラック・モアズ・レインボー、放題イコール・ギンレイの覇者をリリース、デビューに至る。1982年当時のリッチー・レインボー1、レインボー2、レインボー3、レインボー4、レインボー5、レインボー6、レインボー7、レインボー8、レインボー9、レインボー10、12、レインボー13新バンドの発足以降、リッチー・ブラック・モアは、音楽史のインタビューなどで、たびたび、自分は、レインボーの一 であると主張していただが、実際は、デビュー時のバンド名とアルバムタイトルに、リッチー・ブラックモアの名前を冠したことから、周囲の人間や多くのファンは、ブラックモア中心のソロプロジェクト的なバンドとして、捉えた。バンドの音楽性もブラックモアの思考の変遷とともに、方向を変え、そうした中でメンバーは次々と交代を、繰り返していった。しかし、バンド名を、 ブラックモアズレインボーとしたセカンドアルバムにおいてはアメリカ人ボーカリストであるロニー・ジェームス・ディオとコージー・パウエルのパワフルなドラミングという強力なユニットの力を得ブラックモアの当初の理想であった中世様式美系ハードロックがある程度完成したとされワンマンバンドから3人の強力なメンバーを要したバンドとして評価されるようになったこの三等時代で発表した スタジオアルバム2枚、ライブアルバム1枚は、質的にも高いアルバム、ライブパフォーマンスとして評価され、日本やヨーロッパでは、高い人気を博した。しかし、最大の市場であるアメリカでの売り上げは思うように、伸びなかった。この状況を見たブラックモアは、アメリカのリスナーの思考に合うより、現代的で、ストレートなハードロック路線への転換を主張し始め、 同意できなかったロニー・ジェームズ・ディオは脱退していった。そこで新たなボーカリストとして、ディオとは、キャラクターも音楽性も異なるグラハム・ボネットが加入。元ディープ・パープルのベーシスト、ロジャー・グローバーも、プロデュースや曲作りに参加し、ポップセンスを聞かせた、軽曲揃いのアルバム、ダウン・トゥ・アンスを発表した。このアルバムからは、ヒット曲も生まれ、以前より、 アメリカでの人気が幾分盛り上がったが、その音楽性の変質に、今度はドラマーのコージー・パウエルが不満を抱き脱退。友人のパウエルの脱退に触発される形でボネットも脱退した。アメリカのバンド、ファンダンゴに在籍していたアメリカ人ボーカリスト、ジョーリン・ターナーがボネットに代わって加入し、よりアメリカ市場を意識し、 ポップセンスをさらに先鋭化させたアイサレンダーを発表。バンドの音楽性の変化は賛否両論あり、アメリカでの売り上げは期待されたほど伸びなかったが、日本では発売約半年後の来日時点で発売元のポリドールがゴールドディスクに認定するなど、従来の高い人気を保っていた。アルバムツアー終了後、ドーンエリーが方向性の相違から脱退。 8枚目のアルバム、ストリート・オブ・ドリームスの発売と1984年3月の日本公演を最後に活動を休止。これは、リッチー・ブラック・モアとロジャー・グローバーが、ディープ・パープルの再結成に参加するためであった。その後、約10年にわたり、ディープ・パープルで活動するが1993年に、脱退し、ドゥギー・ホワイトなど新たなメンバーでバンドを結成。 グループ名を、リッチー・ブラックモアズ・レインボーと名乗った。しかし、このバンドはアルバムを1枚発表したのみで再び、活動を停止。2015年7月、ブラックモアズ・ナイトで活動中だったブラックモアは、翌年6月に、レインボー名義でツアーを開催すると明言。土11月、オフィシャルラインナップを公表。2016年6月、ドイツと、本国・イングランドで、 全3回のライブ公演を実施。ブラックモアは反応次第ではまだ継続する可能性があると含みを残した。そして実際に継続が実現し、2017年7月に英国ツアー、2018年には東欧ツアーを開催。また、この間、二十数年ぶりのオリジナル曲も発表した。ギタリストは全時期を通じて、リッチー・ブラックモア。 それ以外のメンバーは以下のように変遷している。ファースト。銀霊の覇者からリッキー・ブラックモア、エス・レインボー・セカンド。虹をかける覇者からレインボー・ライジング・サード。バビロンの縄文からロングライ・ブロックン・ロール・フォース。ダウン・トゥ・アースからダウン・トゥ・アース・フィフス。アイ・サレンダーからディフィカルト・トゥ・キュア・シックス。闇からの一撃からストレート。ビトウィーン・ザ・イズ・セブンス。 ストリート・オブ・ドリームスから、ベント・アウト・オブ・シェイプ1995年、孤高のストレンジャーから、ストレンジャー・イン、US ・オール1978年1月27日、彼らの2度目の来日公演の際、札幌中島スポーツセンターで行われたコンサートに、おいて、観客が死亡する事故が発生した。約5000人の聴衆が詰めかけていた、同会場で、 前座バンドの四人林の演奏が終わり、約一時間後に本公演が始まると、時間の遅れに痺れを切らしていた聴衆が、ステージ前方に殺到し、その下敷きとなった当時19歳の女子大生が、胸部圧迫のため、死亡した。現場は大混乱となったが、警察から、バンド側への演奏を一時中止の要請は、届かなかったという。この事故は、当時大きく、 ニュースで取り上げられ、その後の日本のロックコンサート会場の警備体制を大きく変更する契機になった。後日、リーダーのリッチー・ブラック・モアは遺族に対し500万円の見舞い金を送っている。デビュー当時の彼らの呼び物の一つとして虹をかたどった証明システムが挙げられる。元のアイデアはリッチーがディープパープルに在籍していた時からあったと言われる。 確かに1974年のカリフォルニアジャムでのコンサートでも似たようなデザインが使われているのが映像でも確認できる。詳細は不明。レインボーでの虹は約10万ドルの費用をかけて作られた巨大なもので高さ29フィート幅40フィートで約3000個の電球を使用し輸送を考慮して4分割できるようになっていた。 コンピュータによって光の流れ、色合いを制御し、ステージ演出に大きな効果を生んだ。ただし、この虹は分割できるとはいえ、その質量の多さから来る輸送費はもちろん、コンピュータ制御するための技術者の人件費などの経費は膨大な額に上り、1976年のライジングツアー以前では赤字続きだったという。また、ギター。 ベース、キーボード等の電子楽器の音にノイズが発生しやすくなる等の悪影響もあったそうである。グラハム・ボネット加入時の1979年9月 US ツアーから虹は引退。理由はリッチーが虹に対して脅威を感じ観客の多くはステージを見ずに虹を見ていたから。1982年頃からのライブでは虹に変わり ストレートビトウィーンズ・アイズのジャケットアートをイメージしたような闇に浮かぶ巨大な電光の目が使われるようになった。ライブのオープニングでは BGM としてエドワード・エルガーのイフ堂々第1番が流された後、あと映画オズの魔法使いのセリフのリフレインとともにリッチーが同映画の主題歌虹の彼方にのフレーズを弾いて始まるのが定番となっていた。では、 虹の彼方にのイントロは演奏されなかった。また、ライブ終了後は、ジュリー・ガーランドの歌う、虹の彼方に、が会場に流されていた。1979年1月27日放送の、向田邦子原作脚本の NHK のドラマ、アシュラのごとく第4話で、ゲイツ・オブ・バビロンが、挿入曲として使用されている。ありがとうございます。